Ciao tutti! Benvenuti al mio canale! Come state? Oggi faccio i fagioli giapponesi neri per il Capodanno. E konnichiwa! ラクチルサッチの藤野幸子です。こちらではですね、簡単なお料理お菓子パンをご紹介しております。今日はですね、もうすぐお正月です。黒豆を作っていきたいと思います。この黒豆をツヤツヤに美味しく柔らかく作るね、コツをこちらでね、ご紹介していきたいと思います。で、黒豆を作るにはですね、こうやってほしいこと、そしてやっちゃいけないこともね、あります。で、この動画をね、最後まで見ていただくとですね、このやっちゃいけないこともね、よくわかりますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは後ほど、今日の配合はですね、下の概要欄の方に書いておきます。それではまたまた、チャオチャオ。まず、豆を洗ってきます。それではこのまま一晩置きます。はい、一晩経ちました。で、よく黒豆は錆びた釘を入れるといいって言うんですけども、なかなかすぐ錆びた釘がないので、このぬか漬けの時に入れる鉄ですね、これを入れたいと思います。で、そうすると黒くきれいに仕上がります。で、入れてそっと入れるようにします。弱火でですね、豆が柔らかくなるまで沸騰させないようにして炊いていきます。白い泡が出てきてますので、丁寧に取り除くようにしてください。そしたら弱火にして、ゆっくりと豆が柔らかくなるまで煮ます。沸騰させないようにしてくださいね。すっごく柔らかくなってます。このまま一度冷まします。茹で汁を捨てて、水を当てて直接豆にかからないようにしていくといいと思います。沸騰させないようにして、このまま30分、コトコト、そしてこの少し、このもまみが入っちゃった、この水、ここから少し取ってですね、こちらの方に鍋に入れます。お砂糖3分の1入れました。そして火にかけて溶かします。そしたらこのね、シロップも温まりました。こちらの黒豆も温まりました。さらにこちらに加えていきます。20分ほど弱火でコトコト沸騰させないようにします。そしたら火を消して、このまま冷めるまで待ちます。今度は最後のこのお砂糖ですね、入れていきたいと思います。まずは豆の汁から少し取りまして、直接入れるとね、しわしわになっちゃうことがあります、ね、いや、豆は豆煮る時にはね、やっちゃいけないことが実はたくさんあります、ね。はい、そしたらこういうふうにね、入れて残りのお砂糖もで温めます。で、また同じことなんですけども、絶対沸騰させないこと、グツグツ煮ないこと、そして豆は頭が出ないようにします。もしここでね、頭が出てしまってたら、必ず水を足しといてください。はい、温まりましたよ。お砂糖も溶けたので、こちらに戻します。火は弱火で、このまままたですね、20分ほど沸騰しないように温めて、そのまま30
探します。完成しました。はい、長い道のりでございました。それでは全然できてます。いただきたいと思います。いただきます。これボケてますかね。こんな感じです。それではいただきます。ちょっと一足早くお正月が来たって感じです。この黒豆作っていいお正月をねお迎えください。よかったらチャンネル登録そして高評価いただけると大変嬉しいです。それではまた。チャオチャオトゥッティ。